皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。クリスマスのシーズンを迎えて、2回目の、番組をお届けします。今日も素敵なアーティストを迎えしております。今日のゲストは、平山武夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平山さんはいつ頃からこういう活動をされているんですか？賛美を歌って公の場でこう何か流したいなと思ったのは、うん、大体1年ぐらい前なんですね。そうですか、最近ですね。そうですね、うん、YouTube っていうサービスが、はい、私あの保育園にも勤めていて、あの保育園のお遊戯会とか、はい、ビデオを撮って YouTube に載せて保護者の方にこう、見ていただくようにやってたんですが、そのページをせっかく作ったので、じゃあ自分で賛美を取ってあのアップして載せてみようかなって、あの衝動的に。1年ぐらいなんですか？そうですね、1年ぐらい前ですね。それが竹チャンネルですか？あ、そうですね、竹チャンネル、はい、よくご存知で。はい、知ってますよそうですね、そこから1曲ずつ好きな賛美、はい、あの紹介したいなっていう賛美を、あの教会でコツコツ取って。今何回ぐらい？20曲ちょっとぐらいですかね、けど、うんうんうん、それでやってる中で今年の2月ぐらいから
オリジナルの賛美が少しずつこう与えられていって、まだだから駆け出しなんですね。今年ですか。今年ですね。じゃあ、はい、今日歌ってくださる2曲。そうですね。今年生まれた。そうですね。だいたい2月か3月頃の2つの2曲だったと思います。そうですか。はい、武雄さんはお子さんもまだ小さいんですよね。そうですね。3月末に生まれたばかりで、はい、まだ、じゃあ本当に賛美の活動と子どもの成長が、そうですね、同じような感じ、うん、そういう中で、うん、ちょっと子守歌を作ってみたいなと思って、うんうんうん、子守歌を作って歌い聞かせて、またそれもまた竹チャンネルに載せてみたりとか。そうですね。歌とかは以前からやっていたんですか。じゅんさんもそうだと思うんですが、私も牧師の家庭に生まれ育ったので、もう多分物心つく前からなんか賛美っていうものを聞いてたんだと思いますね。けど、まあカラオケで歌うのは好きだったんですが、進学校に行ってた時に出会った賛美、ああこれ弾き語りできたらいいなと思ったのがきっかけで ABCD を覚え始めて、消灯後真っ暗になった教室で忍び込んで、はい、私は小さい頃からピアノとかやってたわけではなく、ちょっとだけエレクトーンをやったことあるんですけども、はい、全くそう覚えてないので、まあそれからあんまり上達してないんですけど。いやいやいや、ね、弾き語りでって結構難しいので。難しいですね、うん。次に歌っていただく、オリジナル曲の、はい、生きる With Jesus という、はい、歌ですね。どういう思いを、はい、これは私 の、 近しい方が大きな病を宣告されて、うん、そのニュースを私も聞いたときに、どういう言葉をかけていいんだろうか、どういう慰めの言葉を送ることができるのかなってこう思いながら、ちょっとピアノに向かっていて、それで賛美の言葉、その人の心を自分の心にしてみて、どういう言葉を神様にこう賛美できるかなってこう思って、こうやっていたら神様与えてくださった歌なんですね。結局それはその人のために送ろうと思って送った賛美なんですけど、結局自分のことを歌う、自分の信仰の告白をこうしているようなこう感じを受けたっていう経験があるんですね。自分で書いて人のために書いたけど、でも自分にもその励ましがやってくるっていう、なんか自分で歌って自分で録音してこう運転しながら聞いて自分で慰められるっていうのがなんか変な感じなんですけど、いやそれが多分全部のスタートだと思うんですよね。やっぱり自分が一番初めにお客さんじゃないですけど、触れられて、それから、ね、曲ってどんどん用いられていくのかな、ぜひもっと多くの人に聴いてもらいたいですね。ありがとうございます。じゃあ早速、弾き語りで、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありのままでいいから、 Yes。
はわけない、なぜ今主に愛されているかな。信じ仰いで生きる、恐れあるけど生きる、ありのままでいいから、イエスと共に行こう。見放さず見捨てない主の愛、世界が終わっても続く、命の場所があるから、あるから、あるから、今年も、クリスマスを迎えることができました、クリスマスのシーズンにいつも、思い出すある宣教師の話があります、その先生はこう言っていました、日本人が祝うクリスマスっていうのは、まるでプレゼントをもらってそのプレゼントの包装、ラッピング、入れ物を喜んで、終わってしまう、そのきらびやかなラッピングに心を躍らせて、それが嬉しくてただそれで終わってしまうって、本当のプレゼントの中身、その中身を私たち日本人は受け取っていないって、そう話していました。クリスマスは、天の神様が本当に大きな愛を持って私たちのために、大きなプレゼントをくださった、それがイエス・キリスト、そのイエス・キリスト、プレゼントそのものを私たちに受け取ってほしいって、そう神様は私たちに願っているんだなっていつも思うんです。街に出てテレビをつけて本当に楽しい、にぎやかな、そして華やかな、その風景を、音を耳にしますが、本当にこのイエス様を、このイエス様を、プレゼントのそのものを私たち、そしてこれをご覧になっている皆さんも受け取ってほしいと、そう願っています。クリスマスは、聖書を読みますと、イエス様がお生まれになった時、イエス様はインマヌエルって呼ばれると書いてありました。インマヌエルっていうのは、神様が私たちと一緒にいてくださるっていう意味だって聖書に書いてありました。私も辛い時がありましたし、本当に苦しい時もありました。もう前に進むことはできない、どうしたらいいんだろう、わからない時がありました。けど今があるんですね。それは私のそばにいつもイエス様が一緒にいてくださったから。イエス様は私だけじゃなくって皆さんと一緒にいてくださるということを聖書を通して私は信じています。次に歌わせていただける賛美は、イエス様と君とっていう賛美です。世の終わりまで共にいる、イエス様が君の手を取ってくれる、そういう歌詞を書きました。涙があふれる時にこそ一人じゃないことを思い出してほしい、聞いていただきたいと思います。
つも願う思いはただ一つ、君が優しい笑みの中過ごす毎日様々あるけど、いつも見上げるお方はただ一つ。決して背伸びを日常にするんじゃなく、ありのままのあなたらしさ、あのまま愛する方に持ち運ばれながら、今日も明日も続く世の終わりまで、君の手を取ってくれる、涙が溢れる時にこそ一人じゃないことを思い出してほしい。優しい君のため、いくつもの敵必ずあるけど、イエス様信じて進む道間違いはない。決して背伸びを日常にするんじゃなく、ありのままのあなたらしさ、あのまま愛する方に持ち運ばれながら、今日も明日も続く世の終わりまで、共にいるイエス様が君の手を取ってくれる、涙が溢れる時にこそ一人じゃないことを思い出してほしい。辛いことも悲しいことも全部あなたのだから、世の終わりまで共にいるイエス様が君の手を取ってくれる、涙が溢れる時にこそ一人じゃないことを思い出してほしい。一人じゃないことを思い出してほしい。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか本当にメッセージも心に染みまし ました。はい、なんかクリスマス の、はい、のパッケージだけ見て、それで日本人は本当の中身を知らないって本当その通りだなって言われた時に本当にドキッとしましたね、うん、僕はあの逆にそのクリスマス の、その教会がね、うん、あの
あまり飾りとかしないじゃないですか。だからその本当の魅力があるのに、なんかこうそれをなんか中身があるからっていうので、こう普通のクリスチャンじゃない人がなかなか教会に来てくれない、逆に他の遊園地とかに行っちゃうっていうので、あのクリスマスツリーとかコレクションを始めたんです。それでこう飾るようになって、それでまあクリスマスは教会に来てよ、まあ本当に外側の飾りで釣ってるような感じですけど、いやけどそれを見て、あ、ここに何かあるって受け止めて足を運んで、そこでイエス様と出会うっていうのが、けどその何かあるってこう引きつけるもの、うん、これは本当にぜひ うちの教会にも来てやっていただきたい。いやぜひぜひあのね、だからそういうのってこうこの世の中の商売の方がすごく上手で、うん、そうですね、なんかこう意味もわからないのに、うんうん、クリスマスをすごくなんか感動的なものに、うんうん、なんかこう形だけでやってるっていうのにすごくこう悔しい思いをしてて、こう負けてられないっていうか、すごいですね、その本当にもう欲しいですね僕はあれなんですよ、ちっちゃい頃にその自分も牧師家庭で、はい、生まれて、そのツリーを飾るその、まあ、余裕がないというか、うんうんうん、経済的に、ね、それで段ボールにこう、うんうん、まあ、ツリーの絵を描いて、はいはい、それでその下に段ボール箱を置いつけて、それでプレゼントを入れるっていうことをしてたんですよね、うんうんうん、それからかな、何から大人になってからもう子供にクリスマスの、なんて飾りとか、そういうワクワク感がお子さんどうですか？あ、もう大好きですね。ただね、やらせないんですよ。やらせない自分の子供にはダメだよって言って、それで自分がこう楽しんでるんですけど、小さい時になんかこう自分とまた距離があるそのツリーの飾り付け、大きくなった時になんかこう自分がようやくできたっていう、 そうなんです、その喜びが、そうそうそう、格別かもしれないですね。だからまあ、子供に飾らせていいツリーっていうのは、うんうん、まあ、各家庭でね、うんうんうん、それぞれやったりとか、ね、あと限定してこれはいいけど、はい、みたいな、うんうんうん、他のはダメだよっていう、ちょっと厳しいんです。いや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 教育方針です。でもそう、やっぱり一つ一つの飾りを飾るのも、ツリーを組み立てるのも祈りを持って、なんか本当にこの飾りを通してクリスマスの意味を知ってほしいっていう、うん、そこがないとただの、何でしょう、でただの作業になってしまって、うん、飾り手の心がそうなんです、なんか込められて最近はでもあんまりもう結構任せちゃって、あ、そうですか。でそれができる一人一人がいろんな地域に生まれてくるっていうことが、そうですね、なんかこのなんかやっぱり自分で全部やろうとしてもクリスマスツリーなんてその飾れる、なんでしょう、本数に限りあるじゃないですか、うん、だからやっぱりこのスピリットをこう受け継いでね、やってくれる人がいれば日本中がの教会にいいですね。素敵ななんか一つ一つ花がね、そうそう、日本人の教会にクリスマスに咲いていって素晴らしいですね。じゃあ次は竹さんの教会にぜひよろしくお願いします。はい、なんか素敵なね、木そうですね、山小屋みたいなって、入ってきた人は必ず木の匂いがするねって、あ、いいですね、もう10年以上経ってるんですけど、本当にそういう空間で礼拝をして賛美ができるっていうのは、そこにまた素敵なツリーがあれば。いつもは飾ってないんですか？私が素人ながら飾ってはいるんですけど、統一感がないというか。そうですけどやっぱりそれでも心を込めてやっていくところに、意味があるのかなと思って、せっかくの私たちにとって大切なクリスマスですからね。そうですね、保育園とか幼稚園とかもこの時期はすごくいろんなクリスマス会とかそういうのもやられるんですか？そうですね、はい、私の勤めるのは保育園と幼稚園が一緒になっている、はい、認定こども園という施設なんですけれども、幼稚園が増えた分
あのお子さんが増えたので、いつも市の公民館借りてたんですが入りきれなくなっちゃって、あ、そうですか、一部二部と、はい、あの日にちを変えてやるようになって、けど必ずそこでお祈りで始まって、園長先生牧師なので聖書のメッセージから始まって、本当に多くの方がクリスマスに触れることができる、そういう機会は本当に素晴らしいですね。子供の頃からそういうメッセージ触れられるっていうのは、ね、幸せですよね。そうですね、やっぱり教会の保育園とか、ね、幼稚園っていうならではです、ね、そうですね、何人ぐらいあれですか、あの今140人ちょっとぐらいですかね。そこで歌ったりも歌う、多分こういうことしてるっていうのは、あまりあの知られてない、なんかあのよくもったいないですよ、あのバスアンパンマンのバス運転してるおじさんだぐらいの、なんか普段は運転手をしてるんですか。あ、そうですね、あの運転しながら、じゃあもうこれからはね、あのぜひ今年からはそうです ね、 ね、あの仮面を剥がしてやってますって、そうですね、はい、もうこれからどんどんまずは子供たちに弾き語りで、そうですね、そういう機会が与えられたら嬉しいなって思いますね。これからの、そのなんかビジョンとか目標とかっていうのは具体的に、そうですね、一つ一つなんか不思議なように、何もないものなんですけど賛美が与えられていて、ある時その YouTube の竹チャンネルにコメントがあって、あのこの夏、あなたの賛美を聞いて何度も主にすがりつきました、壁を乗り越えることができました、ありがとうございますってこう書いてあったんですね、びっくりしまして、会ったこともない話したこともない人がなんかそういう賛美を聞いて、あ、同じ信仰の告白、なんか祈りの言葉に立ってイエス様に向かって そして問題を乗り越えていくことができたっていう、そのコメントを聞いたときになんか心を震えまして、なんかあ、そういう一人でもいいからあのそういう賛美を届けていくことができたらなってそう思わされて今います。なんか CD 制作とかそういうそうですね、夢が、そう夢はあのありますね。もうなんか曲順とジャケットと、はい、あの差し上げた、ね、勝手に自分で作って、あの配ろうかなと、あ、でもぜひこれからね、あのどんどんこれを機に活動の幅を広げて、そうですね、神様が扉開いてくださるなら喜んでいきたいなと思ってます。あの最後の質問になってしまうんですけれども、はい、あの武雄さんにとって賛美っていうのを一言で言うと何ですか。一言で、はい、そうですね、先ほども言いましたように私にとっては信仰告白かな、またそれは祈りの言葉かなっていうふうに最近思うようになったんですね、その書き込みをしてくれた人が、はい、私の信仰の告白として歌う賛美を、その人が一生懸命聞いてくださって自分の信仰の告白にしようと、そしてその信仰の告白が本当に実りを持った時になんかその人の生き方に変わっていくって、なんかそういうものなのかなって今はなんかちょっと教えられているところですね、はい、じゃあぜひ本当に一人でもね、多くの人が賛美を聞いてその信仰告白を救われてそうです ね、 いいですね、今ネットの社会ですから、どこで誰が聞いてるか分からないので、けどそれがチャンスかなって、なんか小さくちょっと思ってます。あ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。番組を、ご覧いただいている皆さん、いつもありがとうございます。このクリスマスは、ぜひ、お近くの教会に、足をお運びください。そして本当のクリスマスの意味を、そうですね、聖書の中からメッセージを通して、また一緒に歌う、クリスマスソングを通して、味わっていただけたらと思います。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。